Do you know ya?テーマは JA 八代ミニトマト選果場だよ。アグちゃん、クリくん、取材よろしく。アグちゃん、グリくん、 JA 八代のミニトマト選果場へようこそ。今は出荷の真っ最中なんですよ。うわー、綺麗なミニトマトがいっぱいだ。この選果場は昨年10月に完成したばかりの最新の施設。出荷前の箱詰め作業など様々な部分で自動化されているんだよ。 JA 八代の管内は県内でも有数のミニトマトの産地。ピークの時には3キロ入りのケースで1日8000ケースぐらい出荷しているんだよ。1日に8000ケース？すごいですね。生産者の皆さんが持ち込んだミニトマトは鮮度を保つためにまず施設内にある保冷庫に入れられます。ここで冷やしすぎると選果の時に結露してしまい、ミニトマトが傷んでしまうので気温マイナス2度くらいになるよう調整しているんだよ。保冷庫を出たミニトマトはレーンに乗せられ、専門の職員に品質を厳しくチェックされます。傷などがないか一個一個確認していきます。どんなに自動化が進んでも人の目で行うこの工程は絶対に欠かせないんだよ。その後カメラ式の選別機にかけて色、形、傷などをチェックしてから出荷しているんだよ。知れば知るほど頑張ってますね、Jさん。わーい。 Do you know ya?では、今日のまとめだよ。昨年完成した最新の施設で選果している。いろんな作業が機械で自動化されている。自動化が進んでも人の目のチェックは重要。自動化、人の目チェック、ミニトマトを。ではみんなでミニトマト選果場の歌行ってみよう。赤くて可愛いミニトマト、おいしいママにお届けします。機械で自動化、省力化、それでも大事な人の目チェック、ミニトマト。